脅威、ライダー。燃やせ燃やせ、光を燃やせ。獣神ライダーとは、1989年から43話が放送された、永井豪原作、サンライズ制作のロボットアニメである。当時は、番組とのタイアップで誕生した、覆面プロレスラーの獣神ライガーが話題になってたわけでして。どちらかといえば、プロレスラーの獣神ライガーの方が有名だったりした問題。今もね。プロレスラーの獣神ライガーの入場テーマ曲も、アニメのオープニング曲が使われており、アニメの展開に合わせて、獣神ファイアーライガー、獣神サンダーライガーとコスチュームを変えたものでございます。以来、番組が終わって25年、ずーっとそのまんまだったりしたもんで、最近の若い衆は、アニメのタイアップだったなんて知らねえんだよ。参ったねー。一応ロボットアニメなんだけど、登場するロボットは、バイオアーマーとかいう生体兵器なんだとさ。イメージ的には、巨大化する特撮ヒーローのアニメ版みたいな印象だったもんですよ。てか、俺ってば、プロレスの星、アステカイザーのリメイクかなんかだと最初は勘違いしてたくらいなんだよね。さすがにが近所の受けが悪かったのか？後半は、モビルスーツによく似た、バトルスーツなんてロボットも登場したのでございます。しかーし、さすがは永井豪先生の原作だけはあり、放送時間が早いお子様向けの作品であるにもかかわらず、漫画版のゲッターロボみたいな残酷な描写で、主人公の演者や知人が、毎回バタバタ死んでいったものなんだい。さらーに、永井豪作品では、主人公がヒロインのシャワーシーンを覗くのは当然の行為なのでですよ。おっぱいシーンやパンチラシーンみたいな。ナイスボート。な演出は当たり前。今なら絶対、深夜アニメになるのは間違いのないところなんだよとほほほほ。戦闘シーンはすんげー単調だったものの、エログロ要素は、当時のアニメ作品では追随を許さないレベルだったんだい。お子様そっちのけの硬派なストーリーが展開したせいかは知らんけど、この作品の終了を、よりお子様向けにシフトした、いわゆる、勇者シリーズが始まったのでありんすよ。キットの値段は600円。1989年に、お城シリーズで有名な同友社さんから発売されたキットだよ。前番組のサムライトルーパーのプラモデルも、同友社さんが作ってたわけで、中にお城シリーズのカタログが入ってたもんだけど、さすがに今回は入ってなかったね。サムライトルーパーのプラモデルは、すんげー癖が強かったもんで、なんとなくエアーな予感はしたんだけれどもね。今回も。あ、やっぱり。なんて思っちゃったものなのよ。アニメの獣神ライガー自体の人気がいまいちだったせいもあり、いやさ、変なプラモデルが溢れていた時期でもあったんで、プラモデルの知名度もいまいちだったのでございます。キットは、ファイアーライガーのバリエーションパーツが軟質樹脂製だったり、パーツの合いが悪い部分があり上がるもんで、塗装派には、スナップ式の大きなダボが邪魔だったりしたものの、曲線が多いプロポーションをそこそこ再現している点は評価できるキットだったのですよ。本当にね。モールドはいまいちなものの、ライガーソードやライガーシールドの造形自体は良く、どこぞのペラペラの剣とは大違いだったもんですぜ。これで600円というお値段は、この時期に発売されたプラモデルという意味でも、破格と言って良いのでありんすよ。回収ポイントとしては、当時からいやあんな感じだった。使えねえ頭部をどうするかだよねー。フェイス部分が小さすぎる上、髪の毛の表現がこれじゃない感バリバリなのですぜ。考えるまでもなく、頭部は作り直すしかないわけやね。ライガー、ファイアーライガーのフェイスはパテからの削り出し、髪の毛は、ぬいぐるみなどから毛を移植した方が早いのですよ。パテで髪の毛を表現するのはセンスがいるからねー。ポリキャップは全体的に脆い印象だよね。そうだよね。CMs のトイのポリキャップを連想させて、いやあんな気分にさせてくれやがりますよ。どちらにせよ、肩や股関節、足首はボールジョイントに変更した方がいいもんで、ポリキャップも最近のやつに変更した方が持ちが良いってもんだよね。全体を走るパイプモールドが厄介なんで、見なかったことにしようね。めんどくぜ。ポーズを固定して作った方が、かっこよくなるのは間違いねえ。ぜひ、眉をドルガと一緒に並べて飾ってやりたいところなのでござんすよ。昔作ったキットは、夢の島の大地になったのでありんすよ。次回のキットは、これだ。